こんにちは。今回はですね、アメリカの株式市場の暴落を予兆すると言われるヒンデンブルグオーメンというですねインディケーターについてお話をしていきます。はい、ということで、年末に入ってきてだいぶ換算相場になってきましたね。もうプレイヤーがね多分だいぶ少なくなってきてて、これ S&P500 の4時間足なんですけど、直近のこの出来高2月25とか3から27までの出来高がかなり少ない、中スルスルと上がっていってるという状況ですよね。まあ出来高が少ない状態で上がっていってる、まあ相場って後々結構ドーンって落ちやすいんですよね。それはまあ実際に相場の特徴としてはあって、例えばこの辺とかもそうなんですけど、これは2019年6月ですね。6月のここの急上昇に関しては出来高が結構できてるんですけど、そこからの上昇ってどんどん出来高が減っていってるの分かりますかね。こう少し右肩下がりになっていってて、直近の高値更新とかも出来高がほぼないんですよね。でその後一気に大暴落が来てるので、出来高が伴ってない上昇っていうのはまあ脆いんですよ。為替もまあ現状あんまり動きがないっていう感じですね。で、僕は今まだ OG ドルとユーロドルはまだショートホールドしてます。ユーロドルに関しては逆張りからのトレンドフォローで、エントリー2019年11月22日にエントリーして27日かでまだホールドしてます。せめてね 1.0989 のブレイクまでは持ちたいって感じなんですよ。で、まあ、また下がりそうな形はしてるので、もう少しホールドをしていきたいなと思ってます。で 1.0988 かな、ここの安値をブレイクしたら一旦利食いかなと思ってます。でちょうどボリンジャーのマイナス2があるので、ここタッチでもいいかなっていう感じですね。まあもう年末なんで、この 1.0879 の最安値まではもう狙わないでエグジットしようと思ってます。まあ為替も多分あんま動かなくなっていくと思うので、 OG ドルに関しても下落基調だけど、まあなかなか下にねブレイクしていかない、じれったい動きをしてます。まあ形的にはもうかなり下なんですけど、 OG ドルに関してはじわじわ下げていってるので、しばらく持ってようかなっていう感じですね。もうちょいエントリーしたのがだいぶ上なんで 0.6775 とかなんで、もう今100ピップスは抜けてるんですけど、もっと下がりそうなんで、まあ、右肩下がりのヘッド&ショルダーを形成してるんですよね。ここヒンデンブルグ方面の話をと思ったんですけど、若干その前に相場解説もこういう風に右肩下がりのヘッド&ショルダー、これ結構弱い証なんですよ。で両方ですよね、このショルダーの高値と安値がまあ、両方切り下がってるのが分かると思います。なのでこれはかなり弱いっていうことなので、まあもうちょい持ちたいなっていう感じですね。せめてここのサポートラインをブレイクして、直近のここですね 0.6725 とかまでは引っ張りたいなっていうふうに思ってます。はい、まあただどうなるか分かんないですけどね、上に上がってきたら一回利食いでエグジットしようかなと思ってますけど。でユーロドルは引き続きホールドということですね。で話を戻すと、ヒンデンブルグオーメンですよね。これはね何のインディケーターかっていうと、ヒンデンブルグオーメンっていうインディケーターが点灯するとアメリカ市場ですね、アメリカの株式市場が暴落する、予兆だというふうに言われています。で実際にこれが点灯した後に暴落って起きてるんですよね。まあ、ヒンデンブルグオーメンのちょっと基礎知識ですけど、これネットで調べたやつですけど、イーワラント証券、がこれは算出してるっていうことですね。毎日これは更新されていってますと。で、まあ、最近では4月23日に点灯、そして11月14日にも点灯してるんですよね、これ。で、毎日更新なんで、その日点灯したら翌日消えたりとか、でまたその後ついたりとかもするんですけど、基本的にそんなに頻繁にはつかないですね。で一回転倒したらその暴落期間っていうのは1ヶ月間有効っていうふうに言われてます。ただその転倒してから1ヶ月間は注意した方がいいですよということなんですよね。で、この4つの条件を満たすと転倒しますって書いてあるんですけど、これはねややこしくて、まあ、覚えなくていいんですけど、まあ、一応ざっくり言うと、まあ、ニューヨーク証券取引所での高値更新銘柄と安値更新銘柄の数がともにその日の値上がり値下がり銘柄合計数の 2.2% 値、もうこの辺でよくわかんない。あとニューヨーク、証券取引所総合指数の、値が50営業日前を上回っている、まあ、高値更新してるということですね。条件3、短期的な、統制を示すマクラレンオシレーターの値がマイナス、これもよくわかんないです。
高値更新銘柄数が安値更新銘柄数の2倍を超えない、うん、で転倒するらしいんですけど、まあメカニズムはね正直どうでもいいと思います。あ、そんなに覚えなくてはいいんですけど、大事なのはこれが転倒した後に暴落が来る可能性が結構、確率が結構高いということですよね。で直近転倒してる、あ、ちなみにねこれ E ワラントヒンデンブルクオーメンで調べるともう見れるページが無料で出てくるので普通に誰でも入れるんですけど、とりあえずですよね、直近で転倒したのが、まあ、2019年の11月14日もうほんと最近、まだ暴落は来てないですよね。その前が2019年7月23日と8月2日なんですよ。ここだ、7月23ここだ、ここと8月2日、ここ、はい。でその直後に確かに暴落してるんですよね。暴落してる。で2018年も9回ぐらい転倒してるんですけど、その直後に暴落はまあまあ来てます。とは言ってもこれが出たら必ず暴落するのかというと、もちろんそうではないんですよ。でもう今日はもうネタ的な話なんで、もうこれを実際のトレード戦略に組み込めるかどうかは別として、僕がちょっと遊びでやりたいトレードがあって、それが何かっていうと、このねヒンデンブルグオーメンって1回転倒よりもこの直近の2019年7月23日と8月2日ですね、これ7月23日が転倒してからほぼ間を空けずに1週間ちょいで2回目が転倒してるじゃないですか。その直後に暴落が来てるんですけど、この短い時間軸の中で2回転倒した時ってかなり下げる確率が高くなるということなんですよね。なのでそれを狙っていきたいなと思ってます。なので今ですね11月14日に1回転倒したんで、まあ11月中にもう1回転倒したり、あと12月の初めに例えばもう1回転倒したら狙い目だと思ってるんですね。でどういうふうにするかっていうと、アメリカ市場、例えば S&P とかダウとかを売るのではなくね、それを単純にノールールで売ってしまうと、もう博打トレードになっちゃうんですよ。じゃあ2回そのオーメンのサインが出たからといって、じゃあそれで下がるぜっつってショートして担がれて上に引かされたら、捕まったらきついじゃないですか。どこまで耐えてるか分かんないってなるんですよね。で落ちてこないことも全然想定できるじゃないですか。ってなった時にまともなトレード戦略としてはこれは使えないんですね、このヒンデンブルグオーメンっていう単体だけでは。じゃあ何を見るかっていうと、まあこれ結構有名な戦略なんですけど、 VIX ですね、恐怖指数です。で恐怖指数今 11.5 なんですけども、かなり直近のこの1年間2018年から見た時にも最安値に来てるんですよ。で一番低い時でもここ9ですね、約9ポイントなんで、もうほぼほぼ下限まで来てます。なので2回目が転倒したら個人的には VIX 買いたいなっていう感じですよ。 VIX の先物を買いたい。で先物ができない人は VIX の CFD とかあると思うので、それをまあとりあえずロングする。そしたら下限って決まってるじゃないですか。 VIX って正直この9以下とか8以下までいかないんですね。これもうこれ見ていただいたら分かるようにですよね、いかないんですよ、うん、もうこれ2001年からのデータですけど、8とか下回ったことは1回もないんです。でなったら加減決まってるから、もうロング行ってもいいですよね、遊びで。でもこれあくまでも遊びトレードなんで、そういう感覚でやったり、まあ当たったらラッキーぐらいの感覚で、まあ、年末のこう一つの楽しみとしてやるのはいいのかなと思ってます。ということで、そうですね、ヒンデンブルグオーメンですね、2回目の転倒するかどうか要チェックと。で転倒したらもう僕はVIXを買います、先物買います、で放置します。そうですね、でまあ相場に関してはもう年内はねそんなに、うん、動かないのかなっていうのはもうこれ毎年なんですけど思うので、また年明けからトレンドが出たところを勝負しに行きたいなと思うのと、まああとは年末に関してはもう個人的にはね、アメリカの個別株のブレイクアウトでトレードをちょっとちょこちょこと夜1時間ぐらいねやっていこうかなっていうところですかね。あとはこのVIXのトレードでちょっと遊び半分で楽しみで、年末の楽しみの一つとしてやるということで、E ワラントのねサイトはまあ誰でも見れるので、ヒンデンブルグオーメンのインジケーターのサイトは見れますので、まあ、1日1回チェックして転倒してるかどうか見てですね、2回目転倒してたら GO ということで、実際にそうなったら動画また撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回はまあネタ的な動画になりましたけども、また今後も、相場のね話とかトレードの話、日常生活をどう変えていくのか、うん、などもろもろの
トレード上達に直結する話をまたしていきたいと思います。ということでチャンネル登録とまた高評価の方をお願いします。でメルマガの方でもですね、トレード上達に直結するような話をいっぱいしてますし、逆張りからのトレンドフォロー戦略ですね、こちらの解説動画もメルマガ登録していただくとプレゼントしてますので、まあ、相場が動かないときに、まあ、しっかりと勉強して、反復練習をして、土台を作っていくっていうのも、いい年末年始の過ごし方なんじゃないかなと思います。